千の原市の松井です。今私はですね、ジベレリンの使用説明書を読んでいます。で、初めてジベレリンを使うんですけれども、使用説明書にそのブドウのですね、品種ごとまたはグループごとのジベレリンの使い方が書いてあります。ただこれを見るとですね、自分の品種、購入した品種がですね載ってない、中にはですね BK シードレスなどを購入した場合はそれについての使い方が書いてあるんですけれども、ブドウのですねグループ群で登録されている場合ですね、自分の品種が載ってない、じゃあどこを使えばいいんだ、どのように使えばいいんだという方のために、私を含めた初心者の方のために今回は動画を作りました。で、なぜですねブドウは分かりにくい名前でグループの登録がしてるかっていうと、ブドウがですね作るブドウ栽培が広まって、多くの方がですねジベレリンフルメットを使えるように、ほとんどのブドウの品種で使えるように、拡大をするのにですねグループ群で登録した方が、都合が良かった、使いやすい、皆さんが使えるようにということで、グループ群の登録になったということです。で、その中でですねわからないことはいくつか出てきましたので、これを簡単に説明して逆引きの品種の説明に行きたいと思います。で、まず最初にですね巨峰系4倍体品種というのがありました。で、これはですねブドウ細胞の染色体がですね19あるそうなんですけれども、4倍体品種というのは4倍の76個あるらしいです。で、具体的には巨峰と巨峰の枝代わり、後継品種とその枝代わりであり、反応性が巨峰に近い4倍体品種という品種がこのグループになります。で、次にですね2倍体、アメリカじゃなくてですね米国系品種とは、ブドウ細胞の染色体19に対して2倍ですので38になる品種を指します。で、具体的にはアメリカのブドウおよびこれと他種の交配により生まれた2倍体品種で、反応性がアメリカブドウに近いものを指しているということです。で、次にですね、今度は米国系ではなくて欧州系になります。で、2倍体欧州系はですね染色体19に対して2倍の38、ここまでは同じなんですけれども、具体的には欧州系のブドウおよびこれと他種の配合により生まれた2倍体品種ということです。そしてですね、最後に3倍体、4倍来て、2倍来て、3倍になります。で、3倍体品種とは、2倍体とですね、4倍体の交配で生まれた品種であって、染色体19に対して3倍の57ということです。で、もともとですね、種ができないので、種の周り、種がないとですね、果肉が大きくならないということで、肥大しないということなんですね。で、これをジベレリン処理をすることによって肥大させるということになってます。巨峰系4倍体品種の逆引きに行きます。で、読んでいきます。で、巨峰系4倍体品種はクイーンニーナ、グロースクローネ、ゴルビー、サニールージュ、サンベルベ、シナノスマイル、ピオーネ、ブラックピート、アキクイーン、イズニシキ、オウギョク、巨峰、紫玉、水宝、高妻、玉豊か、土佐太郎、富士みのりになります。この中でですねやっぱり巨峰とかですねピオーネが有名な品種になってます。次にですね2倍体米国系品種いきます。キャンベルアリ、デラウェア、バッファロー、マスカットベリー、旅路になります。ブドウはですね食べるものも多いんですけれども、ワインに使われるブドウなんかもこの中に含まれております。で、次にですねこれ数が多い2倍体のですね欧州系品種です。イタリア、オリエンタルスター、クイーンセブン、コトピー、サニードルチェ、有名なシャインマスカット、ヒムロットシードレス、で、私も栽培しているマイハート、マスカットオブアレキサンドリア、マスカットノワール、ロザリオビアンコ、ロザリオロッソ、
私が作ってるアッパレ、支援、修礼、昌平校、瀬戸ジャイアンツ、天山、富士の輝き、紅玉城、三輪姫、UFO となってますですね。3倍体品種、有名な BK シードレス、キングデラ、長野パープルも有名です。サニーブラック、スイートレディ、ハニーシードレス、神ミレー、鈴鹿となってます。このようにですね、初心者が、私を含めた初心者がジベレリンの説明書を見ると、あれ、自分の品種って何、どこになるのということで、今回こういったですね、説明書を見ていろいろ調べたんですけれども、私個人的に分かったこととして、ブドウっていうのは基本的にですね、2倍体であると。ただ人々がですね、美味しいブドウを皆さんに食べてもらいたいと言ってですね、開発したものが、例えば3倍体であれば4倍体とですね、2倍体の交配でできた品種であったりとかですね、3倍体は種がないからジベレリン使うんだよとか、で4倍体っていうのは2倍体の突然変異で出てくるものであって、4倍体と4倍体の交配も4倍体など、そういった今までに知らなかったブドウの知識が身につくようになりました。こういったところをですね、またちょっと知識として分かるようになると、1回目ではなくて2回目以降にですね、ブドウの苗木を購入するときに、参考になるというかですね、ちょっとした2倍体だからこうだろうなとか、4倍体だから一粒が大きいんだろうな、作るの難しいんだろうなとか、そういったことが想像できると思います。私どももですね、これからもう少しで花が咲くと思いますので、自分たち、アッパレとマイハートで、三峰の場合はですね、三峰っていうのはこの表に載ってないんですよ。じゃあ なぜかっていうと、その変わり品種というかですね、突然出てきたとか、枝代わりっていうんですかね、そういったものなので、その親を見て、親が入ってるグループ群の使用説明書というかですね、使用方法を守るということをやっていくということです。皆さんですね、もう早くジベレリン使ってる方もいるようなんですけれども、私が育ててる品種はまだ花が咲いてない状態で、今でも手元にですね、ジベレリンは購入してある状態になってます。ですからですね、また初めてジベレリン処理をするときには何か動画に収めると思いますので、見ていただけたらと思います。皆さんですね、これから外で作業する際は気温高くなります。なるべく帽子かぶって水分補給して、体調にですね、体壊さないようにしましょう。それではですね、千の原市の松井でした。また次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。